さあ始まりました本紹介。イエーイ。はい、ということでこのコーナー好きですか？はい、このコーナー好きです。僕は君の何何そのすごい圧。僕は君の何何、君の言葉にかぶっていかないと編集されること分かってる分かっちゃったから、はい、もう、はい、僕はなるだけ君が重要そうなこと言ったらそこにかぶってくる。いやだめて、そうしないとやめてよ。編集されるから。そりゃそうよ。切りやすいように、はい、でもこのコーナーはちょっと影響力が出てきました、はい、そうなんですか。あのこの何個か前に、うん、家飲みビールはなぜ美味しくなったのか、はいはいはい、坂田香織さんからツイッターで返信来ました、はいはい、ブラックパイナー SOS 様、うん、YouTube で紹介してくださりありがとうございますっつって。え、見てくれてんの？だから多分何かで、あ、僕が多分ハッシュタグつけたの、うんうんうん、多分そういうので見つけて見たんじゃない。すごいね。作者が見てる可能性があるから。あるの？もうあの本本当面白かったっすよ。家飲みビール。いや面白かったっすよ。しかも俺勝手にさ、うん、なんつうか香るってさ男も女もいけるじゃん。ああまあまあいけるね。勝手に俺すごいおじさんを想像してたの。うんうん。したら若い女の人だったからさ。うん、まあそのパターンもあるよね。香るパターンはね。次からちょっと。ちょっと本人が見てると思ってちょっとやりますね。はい、はい、やりましょう。さあ今回紹介するのは、はい、なるほど雑学。この差ってなんだと。うん。曽根翔太さんが書いてる本でございます。今回は男の人ですね、はい、完全に多分そうです、翔太さん、はい、この差ってなんだ。まあこの本はですね、うん、まあ、日常生活を送る上で、うん、よく目の当たりにする素朴な、うん、これ何が違うのかなというものをテーマに違いを解説していきます。そういうのがいっぱい書いてあるんだ。そうです、そうです。これとこれって何が違うのみたいな。そうです。でちょっと当てていい？まあ言ってみます。まあ結構100項目ぐらいあるから実際は。はいはい、と言っていい？いいよ。カレーうどんとカレー南蛮。すごいね。いや、お前がこの間カレーうどん食ってる時になんか急に雑学言ってきたからこっから取ったなと思って。そう、そうです、はい、カレーうどんとカレー南蛮の違いはまあ言うと、よく言う知識人ぶってさ、はい、その時言った後輩とかにもさ、はい、実は違うんだよとか言って喋り始めたから、はい、何言ってんだこいつと思ったらこっからパクったんだな。パクったとか本ってそれで自分の知識にしていいから。まあまあ、カレー南蛮というのはちなみに南蛮というのは長ネギのことなんで、よくカレーうどんとかに長ネギ入ってます、うん、あれはカレー南蛮です、うん、だうどんにただのカレーをかけただけ、これはカレーうどん、うん、はい、じゃあまず一つ目、はい、カフェと喫茶店、まあ、両方言いますよね、うん、カフェ行こうよとか喫茶店行こうよ、うん、まあ違いがあるんですよ。それさ厳密にみんな使い分けてないでしょ。まあまあ厳密に近い、あの元はといえばみたいなこと。そうだからそれ知ってもあんま意味ないんだよな。一応答えて。ほうほう。作者見てるかもっつってんの。叩くの？なんで叩くの？まあ一応分かんないけど元々はあると。うん、カフェと、うん、喫茶店。あのね、営業許可の問題。はいはい。カフェ、喫茶店は飯も出せるけど、うんうんうん、カフェは基本的には、うん、調理をしちゃダメとか。まあまあまあいわゆるそういうこと。何かを出し、お酒だ。正解。どっちが？カフェがお酒出してもいい。はい、そういうことです。カフェはアルコールを出して、喫茶店はアルコールを出しちゃダメっていうのがまあ基本ですね。二、はい、つ目。はい。おならとへ。まあへこいたとかね、おならしたなんて言いますよね。年収が100万円以下の人のやつはへ、はい、100万円以上の人はおなら。あー残念。近い。年収ではございません。全く遠いです。年収関係ありません。例えば、はい、俺昨日へこいたけど今日おならこくこともできる？できます。例えば、はい、じゃあ今俺がプーッとするつうや、はい、今のおなら今のへって言える？言えます。即言えます。そのすかしでも言える？言えます。僕は区別はつけられるんで。例えば俺がじゃあ1分後にこきますってなった場合、うんうん、1分後に出るのはどっちか今当てれる？それは無理。出た瞬間、出た瞬間に分かる。耳塞いだ無理。おお、いいね。無理。じゃあ音か。じゃあこれどっちか言わせて、うん、プー、おなら。プー、おなら。プリ、おなら。プー、おなら。おなら。ブリ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 。おなら。うんこだよ。なんだおならなんだ。いや、その差わかんねえ。え、今ずっとおなら？ずっとおなら。プスン？まあ、おなら。
でもまあ、じゃあ、へやって、へやって。やりました。え、やった？はい、やりました、やりました。え、じゃあ音はしないやつ？聞こえない？で、スカシッペ？お、なんかいいとこ、いいとこ言ってるよ。スカシッペ。スカシッペとは言うけど？スカシオナラとは言わない。言わないね。ってことは？ってことは？音がしないのが、へ。正解でございます。おならっていうのは、鳴らすっていうのが語源なの。音を鳴らすみたいな。音を鳴らす。で、おなら。うんうん、で、だから、音が鳴らないおならは、へ。だから、スカシッペとか言う。うん、さあ、続いていきますよ。うん、アンティークと、ヴィンテージ、うん。アンティークとヴィンテージって結構同じように使われがちですよね。はいはい、でも結構違いがあると。なんか、どういうイメージか違うけど、うん、今なんだっけな、それちょっと違うけど、うん、レトロってさ、古いイメージあるけど、あれ古いって意味入ってないらしいね。はいはい、え、入ってないの？そう。でも勝手に、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その当時のやつのことをレトロっていうから、なんか古いイメージだけど、別にレトロっていう言葉が古いって意味じゃなくて、なんかそこら辺のことを指すだけで、なんていうの？その年代のことを？年代なのかな、ちょっと、それは自分で調べてください。うん、そう、この本には載ってないからね。はい、で、アンティークとヴィンテージ。まあ、よくヴィンテージとかジーパンとか言うね。はいはいはい、はい、はいはいはい。レッドストックってどういうのしてる？もう、販売してない。全然違う。だからファッションとかを全然勉強してないからそういう風になったんだな。何何、ね、レッドストックは一回も使ってない。うん、新品。あ、だもちろん古いんだけどね。10年前のデッドストックなら、うん、まあ袋開けててもいいけど、うん、1回も履いてないズボンですとか、うん、デッドストック、これデッドストックじゃんとかっていうのは1回も使われてない、使ってないんだ、見た未使用品、だからこのデッドストック50年前のデッドストックが使われると珍しいねとか、はい、なるほどね、なんです使うのね、はい、ただ今回はいやいやアンティークとヴィンテージの違い、でもね、さっき山野君が最初に言ったの結構近いかな、そのレトロだからって古いわけじゃないみたいな。ヴィンテージは高級品。うんうん。だから、まあヴィンテージは、まあ、ジーンズとか、あとワインとかによく使われる。うん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 、アンティークは100年以上前のもの、うんうん、で価値があるもの、うん、一般的にね、うん、もアンティークっていう。うん、じゃあヴィンテージはっていうと、ヴィンテージは、まあ、さっき言ったジーンズとかワインじゃん。うんうん、何年ものっていう意味なの。だ例えば1990年にできたものを、これをヴィンテージっていうなって、要はもともとはワインが発祥で、うん、この年のワイン良かったね、うん、例えば2021年のワイン良かったねってなったら、これをヴィンテージって呼ぶんだって、うん、まあ、確かにあのジーパンとかってさ、うん、何年代モデルとか言うもんね、その世界大戦モデルとかさ、これは70年代とかだから、そのワインとかもそうじゃん、なんか何年ものとかってさ、結構ジーパン以外の洋服ってさ、うん、あんまりさ、これ何年ものとか分かんないじゃん、うんうん、だからそのヴィンテージって言葉がジーパンのイメージあるのかな、にはできたのかな、多分当たり年みたいのがあったんじゃない、この年作ったやつっていうか、完全にさ、この年にできたっていうことが分かるからさ、あのこの服ってさ、うん、この T シャツが何年できたってあんま分かんないじゃん、うん、ただジー、パンだとさ、80年代はここにこのリベットがついてるんですよとかさ、何年発売とか結構分かるから、それを呼び始めたのかな、ただかな、ワインとかもさ、完全何年って分かるじゃん、うん、そう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 、だからジーパンとワインぐらいじゃないか、完全何年ぐらいかね、ヴィンテージって呼ばれるのはまあまあそれぐらいだったりするかな、じゃあ例えば90年前の高級な、うん、時計とかはアンティークって言わないんだ、一応は言わないらしい、100年以上経ったもの、まあでも老舗とかもそうじゃん、100年以上行かないと老舗って本当は言わないんだよね、でももう言ってるから、もう今となってはその、知識を得たところで何の偏屈じじいと言わないだけで、100年経ってないからダメじゃんとか言っても違うのとこをね、飲んでる席とかでちょっと間が空いた時にこうやって出したりするとみんな考えて、ああすごいねってなる、そういう本、うるせえじじい、もう関係ねえんだよって若者は思いがちですけれども、僕は好きですこの本が、そりゃそうや、はい、まあ他にもね、いろいろな雑学載ってますんで、興味ある方は読んでみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、高評価、お願いします。